チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。私ゆうやのメディアキリストごめんの時間がやってまいりました。和田先生どうも、はい、今日もよろしくお願いいたします。でですね、先週はまあ良い子 の宿題特集ということだったんですが、はい、まあ、今週はまともかどうかともかく、はい、ちょっとですね、本当はあの8月というのが民主党 の, そのまあ予備選挙がちょっとお休み状態なん で,、はい、でやりづらいんですが、はい、でもまあ一応定点観測ということで、今回も大統領選挙ブックメーカーということでお話を伺いたいんですが、はい、まあ、ここのところの話題としましては、やっぱりあの BDS ですね、はい、まあ、イスラエルボイコットそうです、ね、まあ、はい、言ってしまえばいいと思うんですが、うん、それの話題というところからちょっとまあご説明いただければと思うんですが、そのイスラエルボイコット運動とまあ関係がある、まあ、ラシダ・トレイブとイルハン・オマルという2人の議員が、はい、これ、まあ、イスラエルに旅行しようとしたというか、まあ、正確に言うとパレスチナに行こうとしたわけですよ、わけで、そういうことをしようとしたら、まあ、ネタニヤフ首相の方からお前入国拒否だからって言って入れなかったっていう、話なんですね。これはまあIPAC、まあ、これユダヤ系の方ですけど、はい、それに賛同している議員さんたちが、まあ、イスラエルに行くのの、まあ、カウンターとしてやろうかっていう話、だったんですけど、まあ、それがまあ拒否られた形になりましたということで、で、まあ、この、まあ、2人のスポンサーっていうのが、ですね、パレスチナ・イニシアチブ・フォー・ザ・プロモーション・オブ・グローバル・ダイアログ・アンド・デモクラシーっていう、まあ、組織なんですよ。で、そこはまあ一応平和的な組織だっていうことで、まあ、主張されている組織で、まあ、これはまあ確認がね、できないんですけども、うん、まあ、テロリストに対してもまあ同情的なメッセージをまあ結構出している団体っていうことで、2016年にまあ民主党議員たちをまあやっぱり行くってことでアレンジしたことがあって、うん、でその時に、まあ、パレスチナの自由のための、民族先生なのか民衆先生なのかちょっと日本語訳わかんないですけども、はい、っていう、まあ、一応テログループに面談させた疑いがあるところが、まあ、この2人を呼ぶっていうことになって、まあ、旅費を出してあげるということになって、まあ、いろいろ問題が発生したっていうところなんですね。なるほどね、はい、この、まあ、スポンサーがですね、うん、の名前なんですけど、ミフタフっていうふうに逆語になってる、うん、ミフタフっていうのはこれ、ね、アラビア語で限って意味なんですけど、はい、まあ、ちょっと小ネタのところで気になったことなんですが、はいはい、ただ、まあ、あれですよね、その結構その、まあ、BDS というのが、うん、ある、まあ、こういう形でテロにちょっとまあ関わってるといいますか、少なくともテロに、うん、同情的な色彩が強いということで、うん、まあ、アメリカなんかでは警戒されてるわけですが、なんかね、日本ではね、ちょっと BDS を好意的に報じすぎてるかなっていう印象がちょっとありますよね、うん、そうですね、はい、やっぱりなんかイスラエルは悪者で、パレスチナはまあかわいそうな人っていう、まあ、印象って日本国内ではまあ結構強い、まあ、そういう側面もあるかもしれないですけど、まあ、どっちもどっちだろうっていう、まあ、はい、ただ少なくともそのテロをやってるその、うんうん、パレスチナ側といいますか、まあ、特に何て言いますかね、なんだ名前が出てこない、ガザなんかでやってる、はい、テロリストグループなんかハマス、ハマス、はい、そう、ハマスなんかのテロリストグループなんかはいることはこれ事実ですから、それはやっぱり取り締まらなければいけないというのは常識的だと思うんですね。ただこの間ね、この旅行ので言うと、はい、ちょっとね面白かったのは、はい、某日本の放送が、はい、イスラエルと日本のテルアビブとその東京のその直行便が今度、はいはい、できるんだかできたんだかちょっと日付を確認してないんですが、はい、それが就航するというニュースをやったときに、パレスチナなんかその時のレポーターだったか記者だったかが、うん、ちょっとこれうろ覚えなんですけれども、イスラエルに行ったらどこに行きますかっていうところで行くべき名所っていうんで、うん、ラーマンダっていう、ラーマンダっていうのは西側地区 のパレスチナ側の拠点なんですけど、はいはいはい、そこにあるアラファトのお墓参りに行きたいとか、はい、お前さ、イスラエルに行ったらさ、もっとその例えばベツレヘムだったりさ、はいはいはい、エルサレムの旧市街だったりさ、はい、なんかもっといわゆる聖書の跡は訪ねて歩くとかっていうところ、まあ、そうですね、それ普通の感覚じゃねえのかっていう気が、はい、まあ、したわけですが、すいません、ちょっと話がしたんですが、そういう形でやっぱり BDS みたいなメンタリティの人っていうのが、うん、非常にそのイスラエルはとにかく悪で、うん、アラブがその、まあ、パレスチナはかわいそう、正しいみたいなことが、うん、ちょっとね、行き過ぎた人たちがまあいますんでね、うん、それはやっぱりイスラエル側として見れば、うん、当然で、これはですね、あとアメリカの中でのやっぱり選挙も絡んでるんですね、まあ、トランプ大統領が積極的に何か言うことっていうのは全部選挙かなってんで、トランプさんがこの2人をイスラエルは受け入れたらなんかイスラエルは弱みを見せることになるぞっていうふうにイスラエルに行ったらイスラエルは入国拒否って言ったんですね、うんうんうん、まあ、これはネタニヤフ首相
が、まあトランプさん選挙の時にゴラン高原の、まあ、主権の話で、まあ、ちょっと応援してもらったっていうことで、まあ、それに対する返礼って意味もあるし、おそらく、まあ、その総選挙が、まあ、あるわけですよ、再選挙、うん、ネタニヤフ首相はあの総格できなかった、そうですね、はい、なので、まあ、そこで、まあ、右派票を取りたいって話もあって、まあ、やったんだろうなと思うんですけども、まあ、そういう選挙的な側面っていうのがまず一つある、まあ、これイスラエル側の話ですね。でアメリカ側の方の話でいくと、うん、まあ、今年の2月だったんですけど、上院で、はい、シリアとアフガンからの撤退に反対する法案というのは通過してるんですね、はい、でこれに、まあ、賛成を無理やりさせようということで、はい、やっぱりこの BDS っていうものを各州が取り締まりしやすくするような内容って含まれていたものになってて、うん、でまあ、だからしょうがないから民主党の議員たちも本当はあの、撤退した方がいいと思ってる人たちも結構いたんでしょうけど、まあ、撤退あのこの法案に対して賛成するっていうことですね、うん、いや要はシリアとアフガンにはいなきゃいけないんだっていう、うん、ふうに、投票をしたと。でこの時に民主党の今の予備選の候補者の人たち、出てる人たち、カマラ・ハリスとか、バーニー・サンダース、コーリー・ブッカー、エリザベス・ウォーレンって、まあ、これ主要な人たちじゃないですか、はい、この人たちはみんなこの法案に実は反対したんですね、うんうんうん、ってことは BDS 賛成って話になっちゃうんですよ、この人たち。あの、まあ、はい、そうだと思いますよね、民主党ってのは割とユダヤ系の人たちってのは民主党支持ですけれども、うんうん、その民主党支持のユダヤ票っていうのは実はイスラエル嫌いな人たち多いですから、うんうんうん、はい、あのその辺がねじれてますよね、うん、だからそれがあのなかなか日本ではあの解説されにくいんですけど、むしろイスラエル支持するのはあの、うん、まあ、IPAC っていうのはこれはあの、うん、イスラエル支持のユダヤ系の中ではまあ珍しい団体になると思う、うんうん、まあ、ロビーストとしては強いんですけれども、うん、あの割とユダヤ人の中では、アメ、まあ、在米ユダヤ人の中ではちょっと浮いてるというか、まあ、ちょっと変わった人たちという、うん、あの扱いになってきちゃうんですよね。賛成をしたのはエイミー・クロブチャーっていう、うん、まあ、議員だけだったんですね、今の民主党の予備選に出てる人の中では。だから、まあ、これどうなってるかっていうと、まあ、新イスラエル、だと、うん、いうことを、共和党がまあ強調したいっていうか、トランプは強調したくて、うんうんうん、ユダヤ票ってまあほとんど民主党なわけですけど、そうですね、まあ、そこから少しでも取れりゃいいやっていう文脈もあるっていうのが、まあ最近このイスラエル入国拒否されましたっていう2人の議員さんの話っていうのがあったっていう、まあ、これ一つ小ネタですね、はい、ですね、まあ、だから、はい、あとはまあその IPAC 自体がちょっとこの入国拒否自体に反対というのは、まあ、これ一つには、うん、あの彼らは親イスラエルですけども、うん、とにかくアメリカのユダヤ人社会っていうのが、うん、あのマイノリという自覚があって、そこでやっぱり多数派にこう、うん、おあの圧迫されることの恐怖感というのはものすごいこれ強いので、これは親イスラエルあるいはイスラエル批判的な人もか、ま、関係なく強いので、そういったところの側面というのは多分あったのかなというイメージがありますね、うん、で、そういった中でちょっとまあ BDS から離れて、じゃあそのまあ民主党の候補者ですけれども、ウォーレン・オバさんがなんかだいぶ頑張ってるという。あ、そうですね、まあ、誰が抜けてくるかなっていう状態で、まあ、団子みたいな感じだったんですよ。その1位がまあバイデンで、2着3着4着5着ぐらいまでがまあ団子状態、はい、エリザベス・ウォーレンとまあサンダースと、ブティジェッジとカマラ・ハリスっていう、はい、人たちが いるんですけれども、このうちあの2着争いっていうのをみんなしてたわけですよ、はい、その中で頭一つ抜けてきたのがエリザベス・ウォーレン、うん、でこれサンダースがずっと2着だったんですね。 なんですけど、サンダースはもうね落ちてきてるんですよ、あの UFO 公約、やっぱり UFO の UFO 公約したっていうまで落ちてきてて、でまあまあ、要はサンダースの支持者って若いですね、みんな、うん、ね、まあ、年代構成とか分かるんですね、世論調査見ると、はい、サンダースの支持者って若くって勢いはあるんだけど、まあ、実際に投票行くかどうか分からんみたいな人っていうのはサンダースの支持者なんですよ、うんうんうん、でどん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 まあ勢いが落ちてるんですね。でそれと比べてバイデンとかウォーレンはまあ山本太郎みたいな左派のおばちゃんですけども、うんうん、この人たちの支持者っていうのはバイデンはまあ中道派にちょっと寄ってて、ウォーレンって左派なんですけど、うん、とはいうものの、例えば年代構成とか見ると全世代からまんべんなく取ってるんですよ、2人とも、はいはい、だからそういう意味では強いんですよ、うんうんうん、その偏りがあまりなくってまんべんなくいけるっていう意味でいくと、これはもう勝負が、サンダースは実はもう落ちてて、うんうん、バイデンとエリザベス・ウォーレンの戦いっていうのにやっぱり集約していくんだなと、うんうん、そして来月の第3回テレビ討論会はこのバイデンとウォーレンが戦うわけですから、初めてなんですね、うん、同じ壇上に乗るのが。だからここで、まあ、最大の見せ場なのかなと、うんうん、でウォーレンが万が一バイデン倒してしまうとウォーレンが行くって話になりますし、うんうん、バイデンがウォーレンをまあ軽く足だったという話になると、もしかしたら、まあ、サンダースとか、カマラ・ハリスとか、ブティジェッジ、の方に、まあ、大橋が回ってくるのかなって、まあ、サンダースさんもそうは言っても落ちちゃってるの で、うんうん、でカマラ・ハリスさんも一旦ボーンって伸びたんですけど、
最近ダメなんですよ、やっぱり長続きしなかったんですよ。あんまり所得が低い人たちにカマラ・ハリスは支持されてないですね。多分ピカピカの経歴だから嫌いなんだと思う、うんうん、そういう意味でちょっと民主党の支持者っぽくないところですよね。そうちょっとねやっぱヒラリっぽいところあるかもしれないですよね、うん、そのカマラ・ハリスに関していくと、うんうんうん、でブティジェッジさんはもうねこれあれなんですよ、ランチェスター戦略ですから、うん、最初予備選の最初にある、アイオワ州に全てを集中してるんですよ今、うんうん、だからそこで一発勝てばいけるかもしれないっていう、まあ、弱者の戦略を取ってるので、だ全米支持率でいくと、まあ、全然足りないですけど、うんうん、まあ、一発逆転にかけてるっていうような状態、まあ、っていう意味ではやっぱりバイデンとウォーレンですね。ですよね。まあ、ディジェッチの場合はまだ若いですから、はい、あの次とか次の次を睨んで足場固めという性格も強いと思いますね、はい、だから、まあ、あとはそのまあバイデンとウォーレンの組み合わせという可能性これありそうですか。それはやっぱないんじゃないですかね。嫌いなんじゃないですか、やっぱりその2人はこれ水と油すぎますよね。まあでも、はい、昔あの水と油って話またすみません、あの余計なこと言っちゃいますけど、うん、はい、あの倉間さんと話してて、はい、あの水と油っていう風なのはあのくっつける役割の人を卵っていうらしくって、はい、水と油と卵混ぜるとマヨネーズになるっていや、それ単体じゃだとやっぱり食べるの難しくないです。そうそうそう、その単体じゃ食えないですよ。いやだからその誰かマヨネーズになる人がいるとね、はい、あのマヨネーズ、はい、卵の役割を果たす人がいればね、はい、まあいいんでしょうけど、はい、あのミネソタの卵ゴリは誰も知らなかったでもコメント欄に書き込んでいただいたというのが来て、はい、すみません、はい、あのそれはどうでもいいんですが、はい、でそれでじゃあ今度ちょっとあのトランプの方に、まあ、はい、行ってみましょうかということなんですが、であのトランプさんは、最近あの株価がボーンって落ちたりとかしてたじゃないですか、だからちょっとねあのなかなか苦しくなってきてるんですけど、でもまあ一個一個の世論調査見てみると、うん、接戦州だとまあまあ合格なんですね、ノースカロライナとかオハイオとかだと、だ全米支持率とかだと、まあ、そのバイデンに、まあ10ポイントぐらい差をつけられて負けてるわけですけども、まあ、接戦州だけ見るとそうでもないよねっていう状態なんですが、ただ一個最近8月6日に出た世論調査があって、これ大問題でしょっていうことが発生してるんですよ今、はい、それ何かっていうとあのテキサス州でバイデンとサンダースに支持率で負けてるっていう、まさかっていうことですね、はい、そうですね、これあの言ってみたらですね、接戦州っていう最前線、はい、最前線は合格の勝負なんだけど本陣落ちてたっていう話ですからこれはだからその自分たちの一番の本丸で、敵の本命候補者に負けてるっていうのはこれは相当問題だと思うんですよね、はい、ニューヨークカリフォルニアでトランプが勝つようなもんですもんね、うん、そうですそうです、だから中国に対してあの関税をかけてる場合ではないっていう実はその世論調査の状況からいくとですよ、だからそのなんでかというとテキサス州っていうのはあの全米のナンバーワンの輸出をしている州なんですね、だから自由貿易大好きなんですよテキサス州の人たちっていうのは、でメキシコとかカナダ、まあ、それと中国が、まあまあ、あと韓国や日本もそうなんですけどが主な貿易先なんですね、つまりあのトランプが制裁してると思うんですね、だからそれだから結局、前 の, あの中間選挙の時からもそうなんですけども、あんまりトランプの、政策って好きじゃないんですよ多分貿易政策が、ね、でっていうことであの共和党の中のまあ、保守派と主流派って言いますけれども、うんうん、その保守派はねやっぱ国境の壁の問題があるんで、まあまあ支持してるんですけど、あのここの穏健派の人たち主流派の人たちっていうのはあんまトランプのこと支持してないっていう状況になってるっていうのと、うんうん、もう一つはあの、まあ、カリフォルニアとかニューヨークから入ってきた人もいるんですけど、それ以外にやっぱり国境を越えてヒスパニックがたくさん入ってきてるので、うん、人種構成で白人が半分以下になっちゃってるんですね今、そういう意味でいくとあの急速にリベラル化してるんですよテキサス州が、だからそのテキサス州が、まあ、落ちると基本的には終わりでしょって話でその大統領選に関して、まあ、そういう意味でいくとやっぱりトランプの対中政策っていうのは少なくとも1期目、に関してはブレブレだろうなっていうこのままっていうのをちょっと感じますよね。だから強いこと言ってみたり、まあ、ちょっと引いてみたりっていう、まあ、押したり引いたりなんでしょうね、押したり引いたりっていう話なんだろうなと、まあ、これがですよ仮にトランプ大統領が再選しましたと、はい、で来年はあの選挙ですからやっぱり強硬姿勢にならざるを得ない、今年中にあの貿易問題って片付けなきゃいけないはずなんですけど、まあ、来年強硬姿勢になってじゃあ再選しましたという話になるとトランプ大統領はもう自分の選挙関係なくなるので、うん、そうなるとこれ対中強硬で行くんでしょうねっていう、うん、その中国を倒したっていう偉大な大統領になりたいはずなので、逆に言うとその再選するまではあまりその中国に日本腰を入れて、はい、うん、
戦えないというか、まあ、徐々に布石は打てるにしてもと、ね、いうことですよね。だからむしろ、ヒスパニック票があの、うん、テキサスで伸びてきたということ、彼らをどうやって取り込むかということになってくると、うんうん、まあ、あのヒスパニックの中でもリベラル系の人も多いわけですが、ただ、うん、やはりあの本国にいられなくなってこう逃げてきたといいますか、そういう人たちも多いとなると、はい、やはりキューバ、ベネズエラ問題というのが、うん、あのかなり本腰を入れてというのが、うん、これはまあ比較的特効薬にはなるかなという気がしてます、ね、まあ、うん、実際ベネズエラちょっと動いてますから、うん、だからやっぱり中国とかイランに対しては一応来年は強い姿勢を示しつつも、やっぱ本場のベネズエラなんだろうなっていうところですよね、うんうん、で、あともう一つはまあ、大統領の弾劾の話って最近ちょっと消えてきてるじゃないですか、なのであとはその何を予算にするのかっていうところで合意できればインフラ投資をするっていう話だと思うんですね、うん、そのインフラ投資っていうのはまあ、アフリカ系の人とかヒスパニックの人とか、はい、まあ、そういう有色人種の人たちの雇用につながるので、はい、まあ、そういう景気対策も手こ入れしてテキサスもそうだし、あとラストベルトが特にそれ必要としてるんですけど、はい、まあ、その製造業だけじゃやっていけないので、うん、公共事業ボーンって出しますよっていう話を、まあ、するっていうことしかもうないだろうなと、中国に関しては適当に片付けつつ、うん、という、まあ、このテキサスの数字っていうのは相当衝撃を与えたはずだと思うんですね、共和党側に。だそういう状況っていうのがまあ一つあるよねっていうのを、まあ、みんな見ていかなきゃいけないですよね、はい、まあ、ただあれですよね、そのまああの選挙のまあ前でもあの、はい、まあ、テキサスは確かに衝撃的ではあったとしても、うん、どうしても民主党っていうのがあの、はい、まあ、プロ市民というかプロ政治家が多いのに対、ね、プロの活動家が多いのに対して、はい、どうしても共和党の方はビジネスマンと言いますか、そうですね、仕事の傍らという方が多いので、その辺はやっぱりこう、うん、所属の差というか、ね、スタートダッシュの差はどうしても現時点では、ね、出ちゃいますよ、ね、そうです。2016年の大統領選の時もそうなんですけど、これはですね、日本も一緒なんですけど、うん、要は左派っていうのはあの公務員なんですよその公務員の労働組合がベースだったりとか、うんうんうん、あの活動家の人たちだったりするので、こういう人たちって一年中活動できるんですね、まあ、原資が税金だから、だからその一年中活動できるんですけど、共和党の人たちって仕事持ってるんですよ、仕事持ってて基本的に納税をしてますよ我々っていう人たちが共和党の支持基盤なので、うんうん、で、まあ、あれですよ、その宗教団体って言ったってね、日曜にあの礼拝行くぐらいですからね、その他の日は働いてるわけですよ、その、うん、そこに行く人たちっていうのも、だそういう人たちがあのベースになって選挙やってるので、結局だから来年の7月とか8月、要は民主党側の候補者が決まりましたよっていう、うんうんうん、のがはっきりしたぐらいで、要は共和党としてもまあこれもうトランプで行くと、まあ、一応決まってるんですけど正式にガーンって行きますよっていうのを出した夏過ぎぐらいにならないと共和党の選挙って巻きが入んないんですよ、みんな忙しくて、うんうんうん、っていう、まあ、あのどこですかね。だから今負けてても最終的にはね、テキサスも多分あの勝てるはずなんですけど、そのとはいうものの数字が悪すぎるよねっていうのは今の状況っていう、まあ、だからあれですよね、はい、普通に考えれば結果的にトランプが当選する確率高いとは言われてて、まあ、そうだろうとは思いますが、うん、あのそうそう楽勝ムードではないということだけはこう頭に置けばいいということですね、うん、そうです。でその結果としていろんな政策にあの全部出てきちゃうっていうことですよね、うん、その支持率が、はい、はい、というわけで、はい、まあ、8月はちょっとお休みの時期にもなってしまったんですが、はい、9月がどうなるかというところが、そうですね、いよいよ注目でございます、はい、どうも先生、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。